はい、皆さんこんにちは。ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は、私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますのでチェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノワンを探してお楽しみください。それではこの後5時までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。これさ取れたりするんで、なんか重くなってんだよね。やっぱこれがいいかな。でも片方しか聞こえないです。あ、どれどれ。あ、これは、うん、そうですね。ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで今週も始まりました。相変わらずというかね、日曜日は良かったんですけど、相変わらずの雨って感じですね。沖縄は、梅雨入りして、昨日はまだ良かったかな。あの日曜日がすごい晴れてたんですけどね、もう今日はずっと雨ですね。世界一見晴らしのいいこの FM ギノワンのスタジオからの、まあ、景色もですね、もう海の青さも見えずですね、なんか灰色の空って感じですね。はい、ということで始まりました。今週もアシスタントは渚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。はい、今日はお昼から、はい、いろいろありましたけど、まあ、そうですね、後でお忙しかった。お忙しかったですか、ね、一緒にねあれ、あ、なんかツイキャスがなんか、え、嘘、西郷隆盛さんからあの有名なコメントが来ております。ありがとうございます。ひふみさん、ありがとうございます。お久しぶりです。ご無沙汰しております。こんにちは、ごっくんちょということでね、はい、ね、渚さん、今日はちょっと朝から一緒に、はい、動いてましたけどね。そうですね。本題に入る前に一応ね、うん、
先週1週間いかがでした？はい、ちょっと待って、あ、すいません、ツイキャスのコメントでなんか言ってるからこの人は何を知ってるんですかね。なんて言いました？あ、先週1週間なんかありました？いかがでした？どうでしたっけね。ね、あの、あ、そっかそっか、パワーストーン、あ、はいはいはい、多分今週の話じゃないかなと思うんだけど。うん、身長、あ、そうそうそう、あの組み替え、うん、うんうん、あ、前言ったよね、うんうん、なんか沖縄出身の方がされてる。あ、そっかそっかそっか。じゃあ何だったっけな。いい感じでした？いい感じな、気に入ってるから、うん、いい感じに。最近なんかで出してなかったですか？うんうん、あ、そうそうそう、インスタ、フェイスブック、あ、昨日かな、昨日、うんうん、載せてた、うん、ね、ちょっと見ました、うん、西郷さんが渚丼総理でごわすって。ありがとうございます、西郷さん、有名な、ね、かの有名な西郷さん。まさか、ね、に苦笑いされている。はい、じゃあ今日はね、まあ占いって言っていいですよね。まあ、生命判断、うん、生命判断してきましたよ、うん、我々、うん、はい、うん、僕と渚さんとあとお一人ね、お友達の方、うん、はい、一緒にね、うん、でどこ行ってきたかっていうとね、渚さんが予約してくださったんですが、うん、かの有名な、うんうん、てんてんおじさん、うん、ね、なんとなく耳にしたことありますね。まなみんさんあります？聞いたことあります？うん、なんかてんてんおじさんって言って、うん、あのね、不動産屋さんでね、うん、名刺交換したら、うん、名前の下にてんてんみたいな、うんうんうん、ついてるのってたまにね、うん、見たことある人もいるかもしれないですね、うん、まあ、あれはね、画数がね、ちょっとその運勢が悪いなっていう時は、うん、あえてなんかちょんちょんってつけることでなんかこう修正できるんだよっていうことですよね、うん、でそのね、やってくれる人がね、てんてんおじさんって呼ばれてて、うん、予約3ヶ月待ち？そうそう、で今のところ3ヶ月でしたね、うんうんうん、なんかあの人気ぶりからしたら、うん、もっと長い可能性もあるんですかね、こうコロナが終わったら ね、そうかもしれないし、それかてんてんおじさんがただ忙しくなるのか、どっちかなのか。3ヶ月で間に合わせるのか。ね、こなしてるのか。なんかでもすでにめっちゃ忙しそうな方でしたね。うんうん、そう、このね、あそこは池江島、はい、うるま市の、うん、池江島にある大泊ビーチっていうね、うんうん、ビーチがあって、うん、そこの経営者でもあるんですかね、ね、みたいですよね、ぽいですよね、うんうん、そこにいらっしゃるてんてんおじさんこと、うん、まあ、上原さんという方がね、こう鑑定をしてくださってですね、うん、でちょっと我々はちょっとそれを聞きに行ったんですよね、うんうん、だいぶ面白かったです、うんうん、なんだか知らないけど、うんうん、説得力がパなかったですね。うん、うん、ね、なんか良かったね、うん、結構、うん、思い当たることありましたよね、うん、結構ね、うん、だからこの画数だとこうだから、うん、この新しい画数に変えてこう良くなるよみたいな形でね、うん、そう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 、うん、で僕の場合はね、うん、あ、トーマさん、うん、トーマさん頭いいねみたいな、うんうん、いきなり褒められて嬉しかったんですけど。ありがとうございます。あ、でもね、うん、原因不明の病気とかするんだよねみたいなこと言われて、うんうんうん、えと思ったら、うんうん、あったわと思って、うん、僕去年コロナとかじゃないんだけど、うんうん、原因不明で39度から40度も出たかな、うん、そういう高熱を10日ぐらい、うん、ずっとこの高熱で
死ぬっていうね、うんうん、経験をしてまして、うん、で、これがマジで原因不明だったんですよ、うんうん、なんでなんかね、僕新月とか満月とかね、うん、こう星の動きとかでその何か流れが変わるときになんか熱出したりするっていうのはちょっと自分でも薄々気づいてて、うんうん、で病気とはなんか、うん、なんかちょっと違うんですよ、はいはいはい、感じ方が、だからね去年は、うん、これ熱じゃない、あ風邪じゃないな、うんうん、コロナとかじゃないなと思って一応寝てて、うん、でも病院にも行ったんだけど、うん、あの血液検査尿検査しても全然、うん、なんていうのウイルス性の数字とか、うん、っていうか何の数字も上がってなくて、はいはいはい、健康ですね、みたいな本当にただの風邪みたいな感じ、はい、いや風邪じゃない、あ風邪でもない、うん、ウイルスにかかってないんですよ、うん、へだからあやっぱりなと思って、うんうん、まあ、そういう原因不明のね、うん、体調不良あったから、うんうん、あ当たってると思ってさ、うん、渚さんどんなのが当たってました、言える範囲だけでいいですか、あ、うん、まあ、一応なんだろう、家族縁が薄いとか、あ僕も言われたね、あそうする、同じの持ってたみんな、うん、多分みんな たまたま今日いた3人がね、うん、22画だったっけなそれを3人ともたまたま持ってたんだよねそうね、それをみんな変え、ね、うん、よくないのか変えてもらったんだけどね、みんなあれ体調ですよね、うん、なんだった、体調不良、そんな感じだったっけ、うん、なんだっけ、志半ばでみたいな、あ22画がそうだったかな、でしたっけ、うんうん、言われてましたね、うんうん、たまたま3人入ってたというね、この画数が、そうそう、今日行った人たちね、僕たちね、うん、来てよかったよ君たちみたいな、来てよかったですよってもうのっけから言われて全員入ってますねみたいな言われてね、22だよね、みんな入ってたのだったかな、うん、あの志半ば挫折っていう数字があるんですよ、うんうん、あ画数がね、うん、で僕が覚えてるのでは、うん、逸見正隆さんが、はいはいはい、あのね、うんうん、あの例えばこういう感じですって言って、うん、逸見正隆さんの名前に入ってましたね、うんうん、お逸見正隆さんってあの今の人知らない、そうそう知らないと思うと思うけど、ね、昔はすごい人気なね、人気ね、アナウンサーかな、ね、フリー、うんうん、僕も好きだった ね、みんな好きだったと思う、うん、ガンだったよね、うんうん、結構急でしたよね、そうそうそう、うん、でみんな、うん、今日行った僕たちみんな22あって、うん、でそれをまあ直してもらったり、うんうんうん、そうそうそう、うん、帰ってもらって、はい、であとは僕の場合は、家族運が薄いよみたいな、うんうん、身近な人が疎遠になったり、はいはいはい、なくなったりとか、これ一緒14でしょ、あ持ってた、あ持ってた、あったよね、うん、それも持ってたんだ、そうそう僕も持ってて家族まあ孤独になるよっていうことですかね、そうそう、まあ、家族運とかそのなんだろう、うん、まあ、家族が、まあ、早く、うん、亡くなるとか別れるとかだっけ、そうそうそう、早くなあの、ね、肉親もそんなのもあったしね、うん、早くなくすよとかって、そういう話とかですかね、でそれもね、あ心当たりあると思って、うんうんうん、まあ、僕はもともと孤独になりがちな人間なんですが孤独好きなんですけどまあ、僕も父をね、もう父がね結構若かったんですよね、うん、若くして亡くなってしまって、うんうんうん、で話聞いたら渚さんもね、そうそうそう、そうでしたよね、お母さん超若かった、超ではないか、うん、いや若いですよ、40代ね、うん、だいぶ若い、うん、亡くなったからね、うん、まあ、それでワオと思って、うんうんうん、そうそうそうワオと思ってねあこれはあこれはって感じだった、うんうんうん、当たってるなって思ってさ、うんうんうん、でそれで、でこの人はね本当なんだろうな、なんかすごい説得力がありましたね、うん、こういったさ、うん、この画数の人はこうだねああだねって、うん、話してるのがすごいああって思い当たるのが結構あって、うんうんうん、
でこういうのは確かにね、うん、あの占いとかでは、うん、あの結構あるあるなのかもしれないんだけれど、うん、この人が言うにはなんだっけな、その中国のその漢字、うん、でやるんだよと、うんうんうん、日本のものとはちょっと違うから、うん、本当に日本でね、いい画数だって調べてやったけど、うんうん、本当一つ数字が違うだけで、画数が違うだけで本当に最高と思ってつけた名前が、うんうん、結構悪い運勢だったりさ、うん、するんだよって言ってて、うんうんうん、あ、なるほどなと、うん、でいろいろね、なんだっけ、部首、部首っていうの、うんうん、で言うんだよね、はいはいはい、そっかそっか、なんか旧漢字なのか中国のね、うん、その画数なのか、うん、なんかね全然違ってたよね、全然なんか違ってますね、うんうん、画数がね、うん、まあ理科の理の左側の O っていうね、うんうん、あ、やべえもう忘れちゃった、なんていうの、 O 編っていう、うん、あれとかも、うんうん、1,2,3,4 だけど、うん、いや5って考えるんだよとかさ、うんうん、なんかその結構見慣れたそのね漢字の作りが、うんうん、結構あ違うんだっていうのが結構あってさ、うん、いや結構というかめっちゃあって、うんね、初めにいろいろ説明してくださるんだけど、うん、それがね、あそうなんだってすごい結構勉強になって、うん、すごい説得力が増しましたね、うんうん、それでね、まあみんなのね、うん、名前とかあらかじめね伝えてあって、うん、それでね、一人一人ね、あなたはこの画数持ってるからこういう風に直したよ、あなたはこれがあるからこういう風に直したよって、うん、一個一個教えてもらって、うん、それでね、ちょっと最後に、まあなんだっけ、この活用の仕方みたいなのを聞きましたね、うんうん、これ名前 よくある話では名前の漢字を変えて画数とか読みを変えちゃうみたいな話あるんだけど、この おじさんは、うん、今ある名前の名字名前、まあ、その該当する漢字の下とか横に、うん、横にね、ちょんって点をつけるだけなんですよ、うんうん、まあ、それでいいよみたいな、うんうん、それで、この人、まあ、説明が上手で、うん、あんまり個人名出さない方がいいと思うんだけど、うんうん、この芸能人のこの何々さんは、うんうん、ほら前こんな状態だったじゃないっつって、うんうんうん、で僕んとこ来て、うん、やって病気治ったよとか、うんうんうん、ほらこの人もこの画数持ってるじゃないですかっつって、うんうん、これも僕がやって良、うん、くなったよとか、うん、いうのを結構なんか結構膨大な資料をね、そうそういっぱい写真もあったしね、芸能人のね、そうそうそう、見せてくれて、でそうそうそう、まあね、僕たちの年代だったらほぼ誰でも知ってる大物芸能人からの、うん、お礼のなんか品とかさ、うんうん、いろいろ飾ってあって、うん、おとといだっけ、うん、おとといは、うん、ほにゃにゃにゃさんが来たよっつって、うんうん、みたいなサインもあったね、サインもありましたね、うん、まあなので結構知る人ぞ知るって感じで、ね、そうそうそう、ほんとね、芸能人もいっぱい来てるんだなと、うんうんうん、いう感じでしたね、うん、僕ちょっと正直、うん、甘く見てましたね、うんうん、すいませんけど、うんうん、実際に行った方がいいよ ね、 なんかね、行かないとね、 あった方がなんかいい感じがするね、うん、うん、でこのおじさんは85歳っていうんだけど、うんうん、すごかったよ ね、 ね、元気だし、元気いっぱいなんだよ ね、 ね、で多分老眼鏡もかけてないっぽくて、うんうんうん、あこんなの見えるよみたいな、うんうん、ちっちゃい文字、ね、名刺のさ、そうそうそう、ちっちゃい文字とか、うん、
で今でも週に3冊本読むしみたいな、うんうん、で目全然いいよっつって、うんうん、はぁと思ってね確かに本当に僕すでにもうなんか不安に、ね、不安がある感じになってるのに、うんうん、でなんかすごいパワフルな人で、うん、だからそういったこともなんかこの人自身からこう何か、うん、ね、なんか雰囲気がすごい出てるなみたいな感じがあって、うんまあ、なんかあこの人なんか説得力あるわっつってね、うん、あのこの人も元銀行員でね、あのすごい、うんうん、なんだろうな、もうすごい最年少ですごい出世とかっていうお話してて、うん、であのさっきねちょっといろいろ調べたらやっぱりそうらしくて、うん、あのそういうことが書いてあるブログとかも見つけてね、うんうん、あ結構若い頃から、うん、あのこの姓名判断知ってて、うん、ちょっとやってたみたいでね、うん、それでねあのそう、うん、出世もあったし、うん、財産もね、うん、あのどこどこにあってとかさ、うんうんうん、言っててさ、うん、なんかすごい人だったね、うんうんうん、で僕たちはね、うん、一応最高の、うん、最高のね、うん学生に書いてもらい学生になって、はい、僕はあのちょっと僕遠間っていうけど、うんうん、遠間、うん、当たるの旧漢字とね、うん、写真の真の旧漢字で遠間なんですけど、うん、この下に一個ずつ点点ってつけるだけで、うん、あもう OK みたいな、ねうん、簡単じゃない、簡単だってで僕もあのこういう名刺見たことあるから、うんうんうん、不動産屋さんとかで採用してるところ、うん、あの僕、うん、2、3箇所知ってるかな、あこれ会社の名前それともこの、いやあの人の名前、営業の、あ社人の名前にも入っているって、だから知ってたんだけど、うん、あのな結構みんな点点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 みたいな結構入ってる、うん、その会社一つの会社、あ意外と全然違うところ、あうん、あの違う会社よ、うん、あの北部の方でも一軒、うんうん、あにえ、うん、あまあまあ北部、ね、僕が昔いる物件探してた時に見たしね、うんうん、有名なね、あの、うんうん、あれ建築数ナンバーワンだっけ、そうだね、はい、あのホニャララホームね、うんうんうん、あ別にこれは言っていいのかな出してるしね、まあまあね、そうだよね、大成ホームとかもね、あの、うん、普通に出てるもんね、うん、看板とか何にでもね、でね、大成ホームもホームページとかにもちょんちょんついてるし、あついてる、ついてるついてる、すべてについてる、面白かったね、うんうん、でまあ最後にいろんなね、うん、不思議なご縁があったのも分かったし、うんうん、まあそれはいい後でで、うんね、うん、あとはね名前使うのが大事だよって言ってた、うん、ね、なんかみんな名刺って、うん、自分の名前を書いてこう人に見せたり、うん、また仕事してる年代だとさ、うん、自分の名前変えたりするけど、うんうんうん、その書いたり名刺を配ったりすることって大事で、うん、それが開運みたいなこと言ってたよね、うんうん、霊道が開くってそのおじさんは言ってたけど、うんうん、それ自体が結構大事な行為みたいで、うんうん、定年になってからすごいすぐ体調崩したりする人いるでしょって言ってさ、うんうんうん、ね、まあ、そういうのは名前を自分の名前を全然使わなくなると、うん、なんかすごい運が落ちるんだよみたいな感じのことを言ってたんですよ、うんうん、これが結構新しい発見だったなと思ってさ、うんうんね、そうだね本当、うんねうん、だから定年してもじゃんじゃん自分の名刺を配ったり、うんうん、また自分の名前をこう書くと1日に何回とかさ、うんうん、決めて書くだけでもいいんだよって言ってさ、うんうん、その方法とかも教えてもらって、うんうん、でね、僕古神道でさ、うん、やっぱこの世界はまあ縁
ご縁ね、うん、まあ、不思議な、ね、つながり出会い、必然って言ってもいいけど、まあ、ご縁の連鎖でこの、ね、世界が出来上がってるわけですよね、うん、だからこのご縁、あの結びって言うんだけど、うん、神道では、うん、この結びの働き自体がもうなんていうかね、もうこの宇宙の意思であると、宇宙の願いであると、うん、縁が広がり続けて、うん、この世界がよりよく発展していくことが宇宙の意思なんだっていうような考え方があるけど、うん、あ、名前を使うっていうのはそういうことなのかもしれないって思ったんだよね、うん、名前を、自分の名前を使うっていうことはそれだけで縁が広がっていくことだし、うんうん、なんかその宇宙の成長を助ける、うん、脇役の一人として、うん、まあ、主役の一人としてでもいいけど、うんうん、自分の名前を使い続ける、うん、ただなんだろうな、引退したりして、うん、ただ趣味に趣味のまま生きるっていうよりは、うん、出会いというかね、うん、自分はこういうものです、こういうことやってますって言って、うんうんうん、常に人と関わっていくことって、うん、あ、宇宙から見るとこの人、うん、広がり続けてるんだって思われるのかなってちょっと思いましたね、うん、この人はご縁を広げてる人なんだって思われるのかな、うん、っていうそういう解釈っていうかな、うん、して、あ、僕、うん、名刺全然あんま配らない人だから、うんうんうん、あ、どんどん配ろうと思いましたね、うん点々つけて点々つけてね、うん、知る人ぞ知る名刺の新里さんっていうね、うんうん、人いますけど、はいはい、あ、僕をラジオの世界に引き込んだ人ですが、うん、名刺のいろんなノウハウをすごいなんかセミナーよく聞いてる時期があって、うん、それなのに、うん、僕名刺本当にいつも名刺持ってないわけ僕、うん、なんか、うん、そこら辺がちょっと僕の抜けてるところだなって自分でも思うんだけど、うん、なんていうかな、もっともっと名刺を配って、うん、自分はこういうものです、うん、こういうことしてますって言ってさ、うん、また自分の名前を書くっていうことだけでもいいから、うん、もうそれでもそれもいいことみたいなね、うんうん、ことだから、あ、どんどんこう、うん、宇宙から見て目立つ人間になろうみたいなね、はいはいはい、うん、自分の名前を使えばね、名乗って使ってそうそう、名乗れば名乗るほどきっと宇宙から見たら目立つんだみたいなさ、うんうん、まあ、そんなことを思いましたね、うん、でしたね。英語とかどうなんだろうね。英語はもうさすがにさすがにないんじゃない、わかんないけどね。いや、僕もちらっと思ったけどでもさ会社の名前もやったりしてるから、うん、英語も点々入れるだろうね。入れられるかもね。ほら、英語でも共通ってあるらしいもんね。そうだね、うん、法人名とか英語あったりするもんね。うん、ありますね、うん、僕まあね、占いとか、うん、まあちょっと好きで、うん、なんていうのかな、一応この姓名判断とか画数とかね、うんうんうん、その音玉、うん、数玉、うん、いろいろあるけど、ちょっとやってみてなんかね、うん、なんかピンとこないなっていうのもあったんですよ、うんうんうん、実践した上でね、うんうん、実践した上で、うんうん、あ、なんか変わってる気がしないみたいなのもあったから、うんうん、だからちょっとこの人の言ってることを、ね、うん、てんてんおじさんね、まあ、上原さんっていうんだけど、うん、まあ、上原さんが言ってることなんか結構スッとね、うん、入りやすくて、うん、あ、ちょっとやってみよっかみたいな、うんうん、ちょっと古神道の、ね、話ともすちょっと被るところがあったんでね、うん、まあ、ちょっとやってみようと思いましたね、うんうん、はい、
そうね、毎日その言われたようにね、なんか誤解書くとかね、うんうんうん、いろいろ試してみてね、うん、何かあるかもしれないね、あると信じて、うん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 、ということで、うん、早いものでもう30分経ちましたね。それでは一旦 CM を挟みまして、また後半をお届けしていきたいと思います。それでは一旦 CM です。なんか思い出したら言う、うん、なんかこんな感じって見せてもいいんじゃない、あ、原さんは別に見せても、あ、そうだね、よく乗ってるもんね、あれにも、うん、点々がほら、会社名でもあるんですね、会社名あるあるある、あ、そうそうそう、ある大成ホームとか、うんうんうん、ついてる、ホームページにもついてるし、あ、名古屋の桜不動産もだったよ、そっかそっか、そう、ね、ついてるでしょ、ありますよね、多分、うん、ね、病気治ったよっていう人とか、子供できたとかね、そう、子供できた話面白かった、ね、もうずっとできなくてみたいな、うんうん、そうそう、病院行っても全然ダメで、病院いくつか回ってもうダメですよ、うんうん、みたいな、うんうんうん、言われてたけど、うん、名前直してできてたもんね、うんうん、しかも結構40何とかとか47とか、ね、高齢出産に入るあれだよね、うん、そう、こういうのいっぱい見せてくれるから、あ、そうなのかなって、そうそうそう、面白い、なんか私 ね、 ね、 いい部屋だったよね、うん、あの海も眺められて、あの先生からでしたね、 まあね、いきなり先生って呼んだけど、いきなりおじさんって呼べないもんね、てんてんおじさんって言われてるけど、おじさんっていきなり言えないじゃん、なんか、あ、メール来てます、あ、南国パラデスさん、はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は、私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組は YouTube ライブやツイキャスでも配信されておりますので、 FM ギノワンのホームページをチェックしてみてください。またメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com までよろしくお願いします。それでは後半をお届けしていきたいと思います。今日はね、てんてんおじさんのことなどを話しております。はい、ということで、メールが来ておりますね、南国パラダイスさん、いつもありがとうございます。なんか下が回らない今日お邪魔します、またまたお邪魔します。先ほど、まあ、名前の画数で病気が治ったはてなみたいな話、実は兄弟の旦那の母親、60にはならないけどがんになって余命数ヶ月だったと、うん、で、ある YouTube の動画の中で、考え方や思考ががんを作るとか、私の所属するとある団体に、うん、末期がんの消滅とかっていう話もありまして、うん、名前関係はてなみたいなこと書いてありますね、うん、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってようやくっていうか、ちょっと待ってよ。そう、あの、なんかさ、あの、特定の感情が、特定の細胞に影響を与えるっていうのは、あの、医学的には出てるのか分かんないけど、うんうんうん、分かんないけど、うんうん、一応、うん、スピリチュアルとか精神世界の人たちはよく言うんで、うん、だから常に怒ってる人とかは、うんうんうん、ここの臓器に、うん、出るよねとか、うんうんうん、
悲しみをずっと引きずってる人ってここに出るよねっていうのはあるから、うんうん、一応病気考え方とかが病気にね、うん、あの引き起こすとかそういうのはあると思いますね、うんうん、まあ、あの、うん、あんまりね、うん、治ったとかっていうのをこういう公共の電波使ってさ、うんうん、まあ一応、うん、スピリチュアルとかね、うん、一応このね上原さんは統計学だから占いって感じじゃなくて統計学だからみたいなこと言ってたんだけど、一応まあね、だからといって万人に同じように作用するようなものではないっていうのはまあそれは思うので、信じるか信じないかはあなた次第っていう有名なね決め台詞がありますけど、まあ一応気にする人は気にしてみてもいいんじゃないかなと思います、うん、はい、ありがとうございます。あ、はい、はい、ですね、そう、ちょっと CM 中もお話ししてたんですが、うんうん、子供がねずっとできなかった東京のご夫婦のお話とかも出てて、うん、もう本当に病院いくつか回ったけどちょっと難しいですよって言われてたのが、うん、本当にこのおじさんのところで名前見てもらって直して、うん、多分名前を書くっていう行みたいな作業もね、うん、ずっとされてるとは思うんだけど、うん、まあ、それでねできましたって言ってさ、なんだろう、うん、何、写真か何か、そうそう、なんかね、絵はがきみたいなね、そうそう、うん、お礼のはがき写真付きでね、うん、っていうのが結構いっぱいあるんだよね、部屋の中に、うん、うじゃうじゃなんかなんていうの、むっちゃいっぱいある、ね、言葉が出てこないだからあら本当なんかなみたいなねそんな気になっちゃいますけどね、うんうん、ね、であれだって、このねちゃんと正しい、あ、ごめんなさい、正しいっていうと変かもしれないけど、うん、まあ、この直してもらった名前ですね、うん、名前にちょんってつけたりちょんちょんってつけたりね、うんうん、まあそのね見てもらった画数ね、うん、それをねちゃんとね、うん、毎日5回書くといいよと、うん、で、もしこうまあなかなか忙しい時は、うん、こう空中に書いてもいいんだよと、うん、で運転しながらだったら信号待ちの間にハンドルの上にこう指先でさささっと書くだけでもいいんだよと、うん、っていう風に言ってましたね、うんうん、これ面白いなと思って、うん、また願い事があるときはまあ願い事ね口に出しながら、まあ、20回書きなさいとかあるんだけど、うん、まあ、古神道でも名前って大事で、うん、全てのものに魂ってあるんだよ、うん、はいはい、とはねよく聞くかもしれないけど、うん、よくね八百万の神って言ってね、うん、本当至る所に神、が、いらっしゃって、うん、で、まあ、そのエネルギー的に、うん、考えてこのねよくね言霊っていう言いますね、うん、言霊っていうのは言葉に宿る魂、言葉に宿る力であるということもあるけど、うん、数霊っていう言葉もあって、うん、数字にも力があるんだよ、うん、数字にもエネルギーがあるんだよってあるんだけど、うん、名前にも名の玉って言って、うんうん、名前も力があるんだと、うん、見えない、うん、だそれもご縁だよね、うんうん、その自分の名前が、うん、宇宙の、まあ、神様の計らいでいろんなご縁とつながっていく、それはもう名前から生まれたご縁もあるだろうし、うん、ツイキャスで一郎さん、こんばんは、こんにちは福島県いわき市から応援しております、ありがとうございます。もうわざわざコメントいただいて、こういうの嬉しいですね、まあ、そうそう、名前って大事で、古神道の行で自分の名前を唱えるのがあるんですよ。で自分っていうのはそのね取るに足らない一人間だと、本当に小さなどうしようもないどうしようもないって言い過ぎか、うんうん、何の力もないちっぽけな存在なんだってね、うん、人はつい自分のことを思いがちですけど、うん、自分の魂っていうのはね、うん、もう遥か
はるかもね、何億年ですかね、うん、この地球と人類の歴史があって、うん、それが連綿とね、延々と命をつないでいって、そして一人でも欠けたら自分っていうのがいないわけですよ、うん、もう何億年と命のリレーをずーっとして、魂を受け継いでいって、今やっと自分にあなたの魂っていうのが宿ってるわけですよね、うんうん、その人の魂が、うん、だから自分という存在っていうのはものすごく奇跡的な存在なんですね、うん、今自分がいるっていうこと自体が、うん、でその名前っていうのはその魂を受け継いだその人って表すわけですよね、うん、だから名の玉宝生って言って自分の名前をね唱えるんですよ、うんうん、で自分の魂を魂に祈るんですよ、うん、自分の魂を祀るんですねっていうのがあって、うん、昔の人も名前っていうのは相当相当重要なもので、うん、とっても本来はなんていうかね、ありがたいというか尊いものなんだっていう扱いをしてたんでしょうね、うんうん、まあ、そういう名の玉っていうね、考え方もありますね、うん、まあ、だから自分の名前を書く、うんうんうん、でそもそも自分の名前を好きになるっていうのは本当に、なんかめっちゃスピリチュアル怪しいことを言ってるけど、自分の名前を好きになるっていうのは本当に自分自身を丸ごと好きになるようなもんで、運が開けるって言ったらだいぶ語弊があるんですが、正直、まあでも生きやすくなります絶対、うん、これはあると思いますね、うん、まあ、なので、ね、今日は名前のことね、いろいろ面白かったですね、うんうん、まあ、不思議だよね、うん、ね、気にしなければ気にしないって感じだけど、うんうんうん、そういうのまあ見ると、うん、やっぱあんのかなとかね、まあね、一応統計だからさって、まあまあまあね、言ってたから、うんうん、じゃあ別にそのね統計、うん、そのなんていうのかな、ブレるわけじゃないですか、その平均に入らない人も出てくるわけじゃないですか、必ずね、だからこれが必ずそうだとはもちろん言えないんですけどね、まあでもね、いろいろね、壁に貼ってあるたくさんの名前にこの数字が書いてあって、あ、ほらこの人はこの数字入ってるでしょ、だからこういうことあったじゃんみたいなことをいっぱいね、パパパパって教えてくれるし、で説得力もあるし、そして先生本当にこうなりました、ありがとうございますっていう、なんか、なんかね、お礼みたいのが結構部屋中に飾ってあってね、これまたもう面白いなと、なんかこのてんてんおじさんのなんか喋ってるのも結構好きで、なんか、あ、なんか僕も結構だいぶ、なんかね、いい画数に直してもらって、なんか、もう実際こうなりました、ありがとうございますって、またこっち来たいなって思いました、なんか楽しかったね、面白かったねで帰りはいきなりステーキだっけ、やっぱりステーキだっけ、やっぱりステーキ帰ってね、っ食って帰ってきましたどうした帰りね、ほら、盛大にみんな見送ってくれたよねみんな手振ってくれたよね、なんかあっちのスタッフとかがいてね、うん、5、6人何人ぐらいだっけ、5、6人ぐらいいましたね、5、6人で、てんてんおじさんと奥さんと、うん、なんかいっぱいいるんだよね、うん、そうですね、そのビーチのね、管理の人とか、そうそう、ビーチの管理の方っていうかな、そうそうそう、ね、いっぱいいてね、そう、いろいろいらっしゃって、帰りみんなで手を振ってたよね、みんな手を振ってくれてましたねみんな盛大でちょっとびっくりしちゃったね、うん、なんか初めはそん初め普通だ、そんなにね、あ、こっち座っててみたいな感じですね、そうそうそう、決してなんかね接客の態度がごめん、態度っていうとちょっとあれだけど、なんかもうすごくなんかね、ホテルみたいにさ、そういう、なんていうかな、
今風な感じとかじゃなくてね、接客をしてるわけでもなく、うん、あのどっちかというとのんびりやってるかな、ね、みたいなね、そうそうそう、ビーチの管理みたいなね、そうそうそう、だけどみんな帰りみんな出てきて手振ってたもん ね私たちに、ね、なんか今日あの猫元気ないんだ今日あの猫元気ないんだってさあのずっと言ってたなんか喉かなあのそうそう職場だなねファミリーかなと思ったりね、うん、ねえご家族で経営されてるのかな、うん、まあまあすごい面白くてねえ、うん、楽しかったうん、うんうん、まあどなたかの紹介がないとダメなのかな一応、うん、そうじゃないと思う、そうではないか、うん、別に誰の紹介とかって聞かないし、うんうん、そのままみんなそこに電話して、うん、ああそっか、うんうん、まあそのなんか代行さんがあるのかよくわかんないけどね、あねあるみたいでしたね、私はすぐそのままそのこのビーチの方に電話して、うん、うんうん、うん、そうそう、あれこれエンディングの音楽あ違うね、あびっくりしたごめんなさい、いやなんか今日はちょっと、うんうん、ね、うん、そういうそういう日でした、うんうん、どうでした、面白かった、面白かったね、うんうん、よかったよねってね、よかったよかった本当にね、ほんでさあなたは、うん、あの家族かなんだっけ家族園、うん、なんだっけ、うんうんうん、そういう、うん、あなんか肉親を、うん、あのちょっとなくしたりとかありますねって言って、うん、一応みんな心当たりがあったわけじゃないですか、そうそうみんな心当たりがあったから、ね、この数字偶然3人とも入ってて、そうだね、うん、だからさ、あそういえば早くなくしましたとかさ、うんうんうん、あったわけじゃないですか、そうそうそう、ということは、うん家族みんな連れてこなきゃって思ったわけ、なんで結局、うん、あの僕はね 、うん、父がそうだったけど、うんうん、あのそのね、うん、あの良くないっていう数字が本当入ってて、うんうん、ああこれはって言われましたよ、うんうん、ああじゃあ僕だけじゃなくて、うん、うちの父もちゃんと連れてきて、うん、もし見てたらとかさ、うん、そういうこと思うから、うんうん、そうだねそうだね、あ家族みんな連れてって、うん、ねやった方がいいなって思いました、うんうんうんでなんか鑑定料も別に5000円で全然そう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 お高くないんで、ね、子供はちょっと高いみたいだけどねちっちゃい子とかあそうねなんか命名するようなそうそうそうあのだからさその本人が行けなくても代表で、うん、この家族のものとか友達のものとか取れるから、うんうん、その話を聞いて、うん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 、そういう風にもできるし、ね、でちょっとびっくりしたのがね、うんうん、最後に、うん、あの僕父がねもう亡くなってるんだけど、うんうん、僕のね、うん、父の上司だったうん、うんね、っていうことが最後に分かってなんか知ってた名前 ね、 ねお父さんの名前言ったらね知ってましたね知ってるような感じだったね今母にも聞いたら、うんうんうん、あの母もね父と同じ職場だったんでね、うん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 あのこの上原さん知ってるってさっき聞いたらね、うんうんうん、今見たら、うん、あ知ってるってあ本当に、あそこでも有名だったのかなその時まだ点々やってなかったのかな分かんないけど ね、うん、こういうことやってるって分かるのかなじゃあだからね、うん、いやこれ不思議な縁だなっていうのがあって、うんうん、まあちょっと家族みんな見てもらおうかな、ね、みたいなそうそうね、うんはい、という点々おじさんもし興味ある方いろいろまあでも調べたらすぐ出てくる調べたらすぐ出てきましたねし、うん、そうだねでまあ3ヶ月ぐらいかなそうそうそうまあどうだろう、うん、3ヶ月待ちぐらいだと思いますね、うんうん、山内さんやるかな、うん、やってたりしてそういうのやらなさそうですね、うんまあ、あの久しぶりに僕占い受けたね、うん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 、めっちゃ久しぶり、うんうん、あんまりやらないんだけどさ、うん、まあ今日は雨の中、うんね、行ったかいあったね行ったかいあったね、うん、池江島そうそうそう遠かったあ、まあ、そうね遠かったね、うんあメール来てる。ありがとうございます。少々に何それ。え、
あ、南国パラダイスさんですよね。実はよく賞状に〇〇賞とありますが、その中の漢字が入っていて私は名前負けか分かりませんと。あ、なるほどね。はいはい、あ、行ってみたらいいですよ、てんてんおじさんとこ、うん、まあそうですね、まあ一応、ね、沖縄占いっていうね、部類に入るとは思うんだけど、うん、まあなんていうかね、当たるもはっけだ、うんうん、当たらのもはっけかもしれないけど、うん、まあなんかの参考に話聞くだけでも一応そこそこ面白いのかなと思いますね、うんうんうん、まあ、でもそんなに気にしない方がいいですよ。毎日ご飯美味しいなと思って生きてる方がは、ね、全然幸せというか、うん、心身健康的な生き方だと思いますね、うん、そう、毎日ご飯美味しいなっていうのって結構重要だなと思います、ね、うん、そうだね、本当よね、はい、ということでね、うんうん、よろしいでしょうか。どなたに聞いてるの、よろしいですか、よろしいですか、なぎささんよろしいでしょうか。そろそろエンディングの時間ですよ。、はい、またなんかこんなことがあったよとかあったら、うんうん、そうね、変化とか ね、あったりしたり ね、あ、そうそう、あと開運と開運の話とか結構、うんうん、僕たち好きだったりするじゃないですか、うんうんうん、僕最近ね、開運らしい開運みたいな、うん、なんか力を入れてなんかやってたとかないんだけど、うん、だからこのてんてんおじさんから教えてもらったね、うん、こう名前を書く行みたいなやつ、うんうん、これちょっとやってみて変化見てみたいですね、うん、ね、なんかでも楽しみだね、うん、なんか古神道流でね、うんうん、その書き物、うんうん、筆とか使って書き物するときに、はいはいはい、うん、まあ神様のお力をお借りしながらというか、うん、その、こう込めてね、うん、書いていくっていうやり方もあってさ、うん、真面目に取り組んでみるのいいんじゃないかなと思って、うんうん、てんてんおじさんは本当ね、うん、途中でね、こういう習慣が終わるともったいないから、うんうん、1日5回ぐらいでいいよって言って、そうそうそうね、書いたらいいよってね、うん、言ってたけど、うんうん、ちょっとしっかりね、やってみようかな、うん、と思いますよ。毎朝 やってみるの、そうそう、うん、なんか楽しくなるんじゃないかなってなんとなく思う、うん、エンディングの音楽が流れてきた、うん。今日はてんてんおじさんのお話ばっかりでしたね、うんうん、というわけでね、そろそろエンディングの時間ですね、はい、今日はもうみっちり占い系の話でしたね、うんうん、はい、ということでエンディングの時間です。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。本日も、アシスタントは渚さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ミキサーはまなみんさんでした。ありがとうございます。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。